置いてかれちゃったね。というわけでセブ君がゲーゲー吐いてた時に貸してもらった先生お気に入りのハンカチを使って。ホルト、リーツケを破る思い切りが良すぎるよ。移動してる人間を正確に追跡するなんて本当にすごいな。それにしてもあの二人、ホルトが笑顔で頼んだら普通についてきてくれたと思うけど、私がニコニコして見せるのはそうする価値がある人にだけだから。でも僕にはニコニコしてくれる。私多分セブ君のこと好きなんだと思う。って言った。それでも予想外だけど。トカゲの尻尾切り。セブン君、それ今言っていい冗談じゃないよ。ノス先生、まずい、危ない。セブン君、無理。こいつの首にへし折るぞ。なあ先生よ、逆に誰も殺さずに済む方法があるぜ。杖を捨てろ。断る。釣りがデカすぎて用意ができん。じゃあ全員で心中だな。よせ。これでいいじゃろ。セブ君を離せ。おい先生、杖から離れろ。おい先生を縛れ。ホルト、さあ言えよ。自分が教会から魔法学校に送り込まれた反魔女派の偵察要員だってな。やめ